おい、そらミスしたら負けるって。まあ、よくあの状況で同点に追いついたと思うけど、いや、そら結局やられるよ。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見れてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほどありましたジャイアンツ対スワローズの試合解説の方をやっていきたいなというふうに思ってます。はい、今僕冒頭で、言いましたけども、やはりミスした方が負けるんですね。まあどのスポーツでもそうだと思うんですけども、特にね野球においてはね、もう本当にミスっていうのはすごく勝敗にね響きますし、まあ今日のジャイアンツ、まあその3点ね、リードされてて、まあよくね、モンテスのホームランで3対3まで追いつきましたけども、まあ結局まあミスでね点が取られてるわけですから、まあそういったところで最後ね足元救われた感はね、すごくあったんじゃないかなというふうに思います。はい、じゃあですね、今日の動画の構成としてはですね、まず得点シーン振り返っていきまして、その後に、スタメンの変更点を見ていきまして、で最後に僕が気になったところであったりとか、僕がねここはポイントですよみたいなところを、まあ配球チャートをね使いながらもちょっと見ていきたいなという、この3本でちょっとやらさせてください。はい、じゃあですね、まず最初なんですけども、僕の胸あたりにですね、得点ボードというか得点の画像を出しながらちょっとね、得点シーンを振り返っていきたいなというふうに思っております。はい、まずなんですけども、今日はね、まあ4対3というところで、まあジャイアンツね、まあ、せっかく同点に追いついたものの、最後ね、大勢投手で点取られてしまって、まあ負けてしまったというようなゲームになってます。はい、まあ、10回まで来ましてね、まあまあヒット数も11本と8本で、エラーがね、ジャイアンツが1個ありまして、まあそのエラーもね、まあタイムリーエラーみたいな形に、ね、なってしまったというところで、少しミスが響いたんじゃないかなというふうに思います。はい、まず得点シーン、6回までですね、ヤクルト、ワンアウト一塁からサンタナ選手のセンターへの、まあ、二塁打で、先制しますと。はい、で、7回にも、ツーアウト三塁から長岡選手のレフト前ヒット。で、8回表にもツーアウト一二塁で山田選手の時に、ここですよね、岡本選手が、まあ、まあ、一塁に悪送球をしてしまって、まあ、タイムリーエラーとなりますと。ただ、まあ、9回ぐらいにですね、2アウト2、3塁からモンテスのホームランがありまして、3ランがありまして、同点に追いついたものの、この10回表ね、2アウト3塁から並木選手に、まあ、センター前ヒット打たれて、まあ、逆転を許し、まあ、最後ね、点取れずというところで、まあ、4対3で負けておりますと。はい。じゃあですね、ここからですね、僕じゃなくて、スタメンの変更点見ていきたいんで、僕の顔あたりにですね、画像を出しながら、ちょっとね、一緒に見ていきたいなというふうに思ってます。はい、じゃあ、ホーム側のね、ジャイアンツから見ていきたいと思うんですが、昨日は、まあ、休養日だったんで、1日の阪神戦のスタメンからの変更点になっております。はい、今日のスタメンはですね、あまり変更点はなくてですね、7番にショート、門脇選手が入ってたんですけども、今日は、8番にショート門脇選手で、キャッチャーに小林選手がね8番で入っていたんですけども、今日は7番に岸田選手というところで、ピッチャーは菅野さんから今日は山崎伊織投手というところで、まあしっかりね、やっぱり山崎伊織投手もまあちょっと状態どうかなっていうところはあるんですが、やはりまあカードの頭ですしね、しっかりやっぱり勝ってもらいたいなというところはありました。はい。で、対するスワローズですけども、1日の VS 広島戦からの変更点になります。はい、増田選手がね、2番センターで出てたんですけども、今日は2番センターで岩田選手が入っています。僕、この選手すごく好きですね。はい、いい選手だと思ってます。はい、で、3番のサンタナ選手が今日は4番に入っておりまして、で、4番に入ってた村上選手が今日は3番に入ってると、3番、4番を入れ替える、打順でね、臨んでおります、今日ね。で、ライト、7番に沢井選手が入ってたんですけども、今日は8番に入っておりまして、で、昨日はですね、セカンドに北村選手、匠が出てたんですけども、今日は、7番セカンド、山田選手というところになってます。で、ピッチャーは高梨投手から、ヤフーレ。投手というところで、まあ、エフレ投手もね、非常にまあ変化球をね、たくさん、持ちながらね、うまく相手の狙いを外していったりとか、バットの芯を外していったりっていうするのがすごくうまいピッチャーなんで、
まあしっかり狙い球を絞って、まあ打たされないというところね、自分のスイングを心がけて、まあジャイアンツ打線はね、どれだけ点を取っていけるかというところに、今日注目しておりました。はい、そんな感じでですね、こっからですね、僕が気になったところであったりとか、ここポイントでしたよみたいなところをできるだけ分かりやすくね、面白く伝えていきたいと思うんで、こっから見てください。よろしくお願いします。はい、いきます。はい、まず、まあね、5回までもずっとゼロが続くんですけども、まあその中でもね、いいプレーっていうのは随所にありました。はい。で、1回表なんですけども、これね、まあ岩田選手がレフト前ヒットで出て、村上選手がショートフライ。で、ツーアウト1塁でサンタナ選手の時に、まあ岩田選手が初球スチールを決めると。うん、まあいい盗塁だったと思いますと。うん。で、まあ岸田選手もね、まあ少し若干送球がそれて、まあギリギリセーフになってしまうと。で、ツーアウト二塁の時にね、サンタナ選手が、ライトでね、いい当たりを打ったんですけども、浅野選手がそれをね、前に出てきながら、まあ、ダイビングキャッチというか、ファインプレーをしたんですけども、これもね、非常に難しい打球だし、まあ、非常に、ちょっとライナー性の打球で、非常にこう、外野手からしたら一番こう難しいと言われるようなね、打球に対してなんですけども、まあ、一直線にチャージをして、しっかり取ってね、離さなかったっていうところは非常に良かったと思いますし、ナイスプレーだったなと思いました。はい。でですね、2回裏、ジャイアンツね、はい、あります。攻撃ね。先頭、大城選手がフォアボールで出ますと。で、吉川選手が空振り三振。で、ワンアウト1塁から岸田選手センター前ヒット打って、ワンアウト1、2塁の場面で、門脇選手が空振り三振。で、ツーアウト1、2塁で山崎選手がショートゴロというところで、まあ今日のヤフーレ投手なんですけど、特にまあツーシームという球種がすごく、割合的に多くて、で、特に左バッターですよね。左バッターに対して、そのツーシームがすごく有効的だったというか、左バッターのインサイドから、いわゆるフロントドアと言われるやつですね。バッターの体に向かっていて、ボールだと思って判断したボールが、ツーシーム、まあ、いわゆるシュートをしながら、まあ、ストライクゾーンに入っていくみたいなボールを、まあ、フロントドアっていう風なね、表現をするんですけども、まあ、そのボールが非常に有効的で、特に、ね、まあ、解説の能見さんですかね。能見さんもおっしゃってたんですけども、非常にこう、結構曲がりが大きく、今日は大きくて、なんか非常にこう、決め球にも使えそうな感じのボールであったんです。あの、ツーシームがね。だから非常に、割合的にも多かったんで、特に序盤ね、左バッターっていうところは、まあ、門脇選手のこの三振もありますけども、あの、すごく苦労してるなっていう感じはすごくありました。はい。で、3回裏です。はい。ワンアウトから浅野選手がフォアボール出て、ワンアウト1塁でモンテスがライトフライ。で、2アウト1塁で、まあ、岡本選手の時に、3球目、浅野選手がスチール決めますと。これも完璧に盗んだようなスチールで、ナイス盗塁だったと思います。はい。まあ、やっぱりなかなかね、連打というか期待できないというのが、いいピッチャーなんで、あるんで、まあ、スチールをしてった。まあ、これ単独なのか、ちょっとそこはわからないですけども、まあ、いい盗塁だったと思います。で、まあ、岡本選手が結局フォアボールになって、ツーアウト1、2塁で大城さんがセカンドゴロというところで、まあ、特に序盤なんか見てても、左バッターが、すごく、ツーシームという球種ね、で、他の球種、まあ、チェンジアップもね、すごく切れてましたし、苦労してるなっていうところはありました。はい。で、4回裏も、ジャイアンツの攻撃見ていきたいんですけど、まあ、これね、先頭の吉川選手が、まあ、ファースト強襲のヒット、まあ、内野安打で出て、で、ノアで10位で岸田選手の時に、まあ、初球シールをかますんですね。かますというか、行くんですね。で、まあ、岸田選手も、まあ、アシストするためにわざと空振りをしてっていうのはしたんだけど、まあ、アウトになってしまうと。うん。まあ、おそらくこれは、エンドランとかじゃなくて、まあ、シールを、まあ、補助したっていう形ですよね。で、まあ、盗塁アウトになってしまうと。で、岸田選手もショートゴロ。で、門脇選手がツーアウトからライト前ヒットで出るも、まあ、山崎選手が、まあ、空振り三振というところ。まあ、門脇選手がね、しっかりこう、塁に出て、次の回1番から始めれたっていうのは非常に良かったんじゃないかなと思います。で、5回表。これ、巨人の守りの場面なんですが、これ先頭ね、中村選手にね、ライト前ヒットを許すんですね。で、ノート一塁から山田選手にも詰まりながらライト前ヒット持っていかれるんですよ。あ、ちょっとやばいなっていう感じ。もうさすがに、次繋がれたらやばいなっていうところで、ノート一、二塁で、まあその、沢井選手をまあ、カットボールで、キャッチャーフライを打ち取ったんですね。これが非常に大きかったですね。で、なんでかっていうと、これ次がヤフーレなんで、ここもワンアウト一、二塁になったら、まあヤフーレ多分バントなんで、で、ここもバントで簡単にやらしたらダメな場面なんですよね。なぜかっていうと、次長岡選手だから。うん。
で、バントをここでしっかり三振取れた。バント、スリーバントで三振取れたっていうのは、ここめちゃくちゃでかかったなと思います。で、ツーアウト一、二塁で、まあ、長岡選手をセカンドゴロに打ち取って、この回ね、ヒット2本打たれるも、まあ、ゼロで切り抜けるっていうところで、ここは非常に素晴らしかったなと思います。はい。で、ここですよね。6回表、これ点取られてしまう回なんですけど、まあ、ワンアウトから結局これね、村上選手に、まあ、まあ、ホームランであったりとか、長打をね、すごく気にしてるなっていう感じ。まあ、0-0 で来てるんでね。で、ホームランバッターなんで、まあ、まあ、フォアボール。まあ、ほんま出さない方がね、それはもちろんいいんだけども、まあ、ホームランの可能性もあるんで、まあ、そこちょっと慎重になってね。まあ、フォアボール出しちゃうんですね。で、ワンアウト一塁で、まあ、サンタナ選手に、まあ、これ、センターオーバーの二塁を打たれるんですよ。で、これもう 3-2 になって、まあ、ランナーね、ワンアウトなんですけど、まあ、スタートさして、まあ、越えて、頭越えて、まあ、そのホームセーフになってしまうと。で、ただこれも、ジャイアンツの場合、これ、すごくいい中継プレイしてなんですね。で、丸さんから、門脇選手に渡って、門脇選手がホームに投げてっていうところで、まあ、間一髪の、タイミング、なんなら、もしかしたらアウトだったんじゃないかなっていうタイミングだったんですけど、まあ、岸田選手が、まあ、補給をちょっとミスしてしまって、まあ、タッチできずというか、うん、後ろにボールを逸らしてしまって、まあ、いや、ホームセーフになるんですよ。で、まあ、あれは、すごく多分難しかったと思うんですよ。まあ、京セラ、まあ、あまりやらない球場だし、で、門脇選手の送球もすごく強いボールだったんで、多分、芝で、こう、滑ってというか、ポーンってこう、球がこう、浮いてきたような形にちょっとなったんちゃうかなと思ったんですけど、でもやっぱあれはね、取ってほしかったなと正直思いましたし、多分、取っててタッチしてたら、ワンチャンアウトやったんちゃうかなぐらいのタイミングだったんで、そこはまあ、本人もわかってると思うんですけど、まあ、ここ取って、タッチしてたら、もしかしたら、この1点防げたんちゃうかな。で、いい中継プレイだったんね。うん、って思いました。で、後続もね、オスナ、中村選手っていうところをしっかり打ち取れたのは非常に良かったと思うんですね。1点、最初失点に抑えれたっていうのは非常に良かったと思います。で、6回裏ですよね。取られた後の回ですよね、すぐ。これ、岡本選手が2塁で打つんですよね、フェンス直撃の。うん。で、ノーアウト二塁から大城さんがセンターフライ。で、タッチアップして、ランナー三塁になって、ワンアウト三塁で吉川選手空振り三振。うん、まあこれも、なんとかしようという気持ち見えてたし、わかるんですけど、まあまあランナーがね、岡本選手と三塁がね、ランナー岡本選手なんで、まあそんなにこう、浅いフライでは帰ってこれないし、まあゴロでもね、なかなか厳しいというところで、まあヒットを期待したんですけど、まあ、相手のヤフーレがね、非常にいいところに投げてね、三振取られてしまうと。で、ツーアウト三塁から、まあ、岸田選手パワーボール。で、ツーアウト一三塁で、門脇選手が、まあ、ライトフライというところで、まあ、ノーアウト二塁からのチャンスで、まあ、点が取れないと、うん、いうところですね。はい。で、7回表にも点取られるんですよ。で、ここも、ここすごく難しいところなんですけど、まあ、これ先頭の山田選手に、レフト前ヒット。で、ピンチヒッターの宮本選手にバント成功。で、ワンアウト二塁で、ピンチヒッター川端選手出てくるんですね。ここでピッチャーを高梨さんにスイッチすると。うん。まあ、この意図は、まあ、川端選手もそうだし、長岡選手もそうだし、岩田選手も、まあ、村上選手もね、左が続くんで、っていうところだと思うんですね。で、川端選手は、まあ、ピッチャーゴロを1球で、シュートで打ち取って、で、ツーアウト3塁になるんですよ。で、ツーアウト3塁で、長岡選手、まあ、これ、結果的にね、レフト前ヘッドタイムで打たれるんですけど、まあ、いろんな意見あると思うんですよ。まあ、岩田で勝負した、歩かして岩田で勝負したらよかったんちゃうかとか、いろいろあると思うんですけど、まあ、ここは、まあ、その左が続いてる中で、まあ、出してるんで、僕的にはね、正直、長岡選手も抑えてほしいなって、まあ、いいバッターなら間違いない、わかるんですけど、そこは多分、その、プライド的にというかね、まあ、左こんだけ続いてたら、まあ、それは抑えてくれっていうところで、行ったと思うんですけど、まあ、初球うまいこと打たれると。うん、シュート、多分シュートだと思うんですけど、まあ、ちょっと外、真ん中ぐらいかな、真ん中ぐらいのシュートを、まあ、逆方向にしっかり打たれるっていうところで、まあ、長岡選手も今日さっき、セカンドゴロとか引っ掛けてた感じはあったんで、まあ、そこで、まあ、シュートでね、うまくいけるかなっていうところなんだ、だったんですけど、やっぱり、こんだけいいバッターなんで、前の打席の反省をしっかりこう、活かしてくるっていうところで、素晴らしかったなと思います。はい。で、ですね、8回表行きましょうか。この回も、まあ、点取られてしまうと、まあ、6、7、8で、1-1-1って3点取られるんですよね。全部1点ずつ取られるんですね。で、これも結局、ツーアウトからオスナ、まあ、この回からケラーがピッチャー行ってるんですけど、まあ、ツーアウトからオスナがこれ、ライト前ヒット。まあ、これ全然いいんですよね。ホームランじゃないし、全然いいんですよね。で、ここがです、ここっすよね。まあ、ツーアウト注意で、
その中村選手ファーボール、これもこれがいただけないなって感じはあるんですね。うん。で、それで、ツーアウト1、2塁で、まあ山田選手のサードゴロを、まあその岡本選手がまあ前に出て、まあちょっとランニングスローな、ランニングスローをして、まあ上に冒頭投げたんですけど、まあ珍しいと思いましたし、まあちょっと、まあプレイをスローで見ると、ちょっと軽いプレイやなっていう感じに見えるんだけど、やっぱりまあ、いつもね、あれでちゃんと投げてるんで、普通にランニングスローというかね、あれで投げてるんで、まああれがちょっとね、まあ上に抜けてしまってみたいな感じだったんですけど、やっぱこのエラーっていうのは非常に、まあ大きかったなと思います。先ほどの、まあ、岸田選手の捕球ミスもそうですけども、まあ、大きかったなと思います。で、まあ8回裏、もジャイアンツチャンスあったんですけど、点取れないと。まあこの回からピッチャー大西投手入ってて、で、モンテスが先頭ね、レフト前ヒット。で、岡本選手がデッドボールというところで、まあ、ノーアウト1、2塁なんですけど、まあ、大城さん、まあ、レフトフライ。で、ワンアウト1、2塁で、まあ、吉川選手がセンターフライ。で、ツーアウト1、2塁で、岸田選手がショートゴロというところで、まあ、3点差あるんで、まあ、大城さんであったりとか、吉川さん、直樹さんであったりとかっていうのがいるんでね、岸田選手もいるんで、まあ、その強行という形でね、行ったと思うんですけど、まあ、そこもね、点が取れないというところ。まあ、大西投手ね、今日、結構甘いところにボール集まってたなっていう感じはあったんですけど、まあ、そこもね、まあ、捉えきれずというところですよね。で、9回表、まあ、泉投手、まあ、ピンチ、迎えるも、まあ、0点に抑えると。で、9回裏ですよね、ここですよね。ピッチャー、小沢投手出てきて、まあ、ワンアウトから、まあ、ピンチヒッターね、秋広選手出てきて、まあ、12球ストレート。12球ストレートで、まあ、ファーボール。取るんですよ。うん。まあ、これも、ま、非常に変化球をマークしながら、特に追い込まれてからね、変化球をマークしながら、ストレートを対応して、ま、ファールで粘って、最後、ファーボールを勝ち取ったっていうところは、まあ、非常に、素晴らしい、打撃内容だったんじゃないかなと思います。で、ワンアウト一塁から、まあ、丸選手がこれね、ライトへのツーベース打って、で、ワンアウト二三塁で、浅野選手が、ま、その、ライトフライね、ちょっと浅めのフライで、ま、ランナー帰ってこずというところ。で、ここですよね、2アウト2、3塁で、まあ、モンテスのホームラン。ここちょっとね、配球チャート見ていきたいんですけど、これ素晴らしいと思いました。というのもですね、これね、先ほどの秋広選手の時も言いましたけども、12球ストレート。で、丸選手にもストレート。で、浅野選手にもフォーク行ってボールでストレート行ってるんですよ。で、この配球から分かる通り、もうこの、小沢投手ね、今日の小沢投手は、めっちゃストレートの割合多いですね。うん。で、それをモンテスは絶対見てるんですね。100%。で、ストレート来るかもと思わしといて、初球スライダー行くんですよ。で、ファールになりますと。で、次フォーク行くんですね。で、それボールになるんですよ。で、今までのこの配球だったら、もう、ワンワンになった時点で絶対まっすぐやろって、僕がもしバッターだったら思うんですね。なんだけど、ここでもう一度フォーク行ったんですね。もう裏書いてるわけですよ。なんですけど、まあ、確かに、真ん中に入ってきたとはいえね。それを、まあ、今までこう、一本もホームラン打ってなかった。まあ、その二塁打がすごく多かったですけども、その甘いフォークをですね、もう一番打ってほしい。一番ホームラン打ってほしいって思うときに、これを左中間にぶち込むと、京セラの。素晴らしいなと思ったし、特に変化球、まあ、ストレート打つのも上手いんだけど、特に変化球を打つのが、まあ、ヘルナンデスもそうですけども、めちゃくちゃ上手いなっていう感じあるんで、本当にね、ナイスバッティングだったなと思います。本当にジャイアンツファンはすごくボルテージが上がったんじゃないかなと思います。ただ、最後ね、10回表。まあ、その、大勢投手ね、出てきて、まあ、それも、まあ、イニングがね、裏なんで、まあ、表にね、いいピッチャーを出していくっていうのはわかるんですね。はい。で、これ、先頭のね、これ、オスナ選手に、まあ、これ、二塁で打たれたんですよ。レフトにね、二塁で打たれたんですけど、ちょっとね、これもね、まあ、別に結果論になってしまうかもしれないけども、このね、まあ、5球目のスライダーを打たれたわけですけども、3球目かな。3球目のスライダーが、結構外構えのやつが結構真ん中に入ってファールになってるんですよ。で、僕その時見てた時に、スライダーの精度悪いなと思ったんですね。まあスライダーで打ち取れた方がいいんだろうけど、ちょっとこれ、こんだけ外構えで真ん中入ってたらちょっとスライダー信用できひんなって僕思ったんですね。その時に。なんですけど、まあ最後ね、5球目もう一丁スライダーやったら行ったんですね。多分岸田選手からしたら、さっきは真ん中に入ってしまったけども、2球、目はね、さすがに2回目は、体勢だし、修正していくだろうっていうところで、多分信頼して、多分出したと思うんですよ。ただ、それもね、ちょっと甘くなってしまって、それが2塁打たれるんですよ。だから、すごく難しいところなんですけど、これは、同じ失敗をしないかどうかっていうところもね、キャッチャーを見極めていかないといけないと思うし、僕がもしキャッチャーだったら、まあ結果論にちょっとなってしまうかもしれないけど、
結局この3球目のスライダー結構真ん中入ったんで、ちょっとスライダー危ないなっていう。で、一発も警戒しないといけないんで、もし次もう一回スライダー要求して真ん中入ったら、マジで危ないなっていう感じあるんで、多分僕だったらフォークとかに切り替えると思うんですね。うん。だけどまあ別にその判断は悪くないと思うし、まあこれ多分信頼して、もう投げ切れると信頼して、多分、うん、やってるんですね、多分。うん。で、ノーアウト二塁で中村選手バント成功させて、で、ワンアウト三塁で、竹岡選手か。を空振り三振。これストレートでね、しっかりインサイドで、いいボールだったと思います。はい。で、ツーアウト三塁で、これ並木選手に、まあ、センター前ヒット打たれるってところなんですけど、まあ、これストレートボールになって、ストレートをね、まあ、1、2の3でドーンって打たれたような形なんですけど、まあ、結局、まあ、これヒットを、まあ、打たれるときは打たれるんで、あれなんですけど、まあ、僕は、オスナ選手のこの、レフトへの二塁打っていうのが、まあ、ちょっと防げた、んじゃないかなっていうふうに思うんですね。はい。まあ、ちょっと外寄りの、特に左バッターに対して、外寄りのまっすぐ速いボールを、ちょっと捉えられてる感はあったんで、うん、まあ、だから、慶岡選手かな、の時みたいに、インサイドに、こう、食い込むボールというかね、まっすぐで、あれだけ速いボールですから、あそこに行っといたらなかなか打てないやろうなっていうのがあるんで、うん、そんな感じはね、すごくしました。はい。で、最後、10回裏にロドリゲスが出てきて、まあ、三者凡退で抑えられて、まあ、負けてしまったというところなんですけど、まあ結局、捕球ミスもそうですし、岡本選手の、まあ、送球のタイムリーエラーもそうですけども、結局、まあ、たらればの話になってしまいますけども、あれを取ってタッチしてれば、あれ1点は入ってないし、で、あの送球もね、普通に投げてたら1点入ってないんで、まあ、勝ててた試合ではあると思うんですね。だから、そういったところ、まあ、同点に追いついたのは非常に良かったと思いますし、盛り上がりましたし、まあ、負けてしまったけども、まあ、あの、点差を追いついたのは良かったっていうのはもちろんそうなんですけども、やっぱり、ファンとしてはですね、勝っていってほしいというのがありますし、まあミスっていうのはね、できるだけ少ない方が絶対間違いなくいいので、そこはね、気を引き締めてね、明日以降の戦いも頑張ってもらいたいなというふうに思っています。はい、そんな感じでね、今日終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日終わってきます。じゃあ、バイバイ。